補助輪を説明します。どんな車種でも、付け替えることができます。真ん中が浮いてくるはずです。上げますね。これでバイクのように走行ができて、で下ろして、これでこんな感じです。わかりますかね。これのおかげで、これのおかげでね、これね、さっきあんだけ苦しかったのがこんな感じです。手なんか外せたりして、両手なんか外されたりして、こんな感じです。こんな感じで軽く動かせるようになります。これが本当にね、これ大切。どう、これでこんな楽なことはないと思います。これ今ウエイトがいい、そのままです。ウエイトが、センター側についてるんで、今こっちが左側の車輪はずっと浮いてます。この僕の方の車輪はずっと浮いてます。多分ほらずっと浮いてると思います。これがね、エンジンかけて、走り出して遠心力が外に行くと、今度内側の車輪が浮いて回ると思います。ちょっと走ってみましょうか。ここの中でくるくる、よいしょ。したらそれで一回走ってみます。ね、よいしょ。多分ね、こんな切れ角でね、こんな風にね、バイクは走れないんですよね。わかりますか。それも片手で、アクセルワークだけで、アクセルちゃんはクラッチワークだけでこれで多分ね、ちょっとウエイトを外にバランスすると、多分真ん中が浮いてくるはずです。わかりますかね。こういうバランスの書き方で、今カメラマンの永田さんが目が回るか、私が目回るかのだんだん寄ってきたぞ。 OK こんな感じかな。これが本当にこのランディングギアの良さと思う。こんな感じで動かすことが多分できないと思います。ごめんなさいね。はい、止まりますなった時に足をつかなくてもいいように出します。こんな感じです。これが一番大切なんですよ。で、ここから走り出してから、ある一定のスピードになった時に上げる、全部手動なんですけどもね、こんな形で。だからあの飛行機がこう飛び立つようなもんでしょうね。こんな形でこう使うっていうようなものですね。ここね、手元にスイッチが近かったらね、さってもうちょっと出しやすいんですよね。ここがね、今改善中です。今この時のボタンまでのグリップからの距離があるんで、まあでもこの方が本当はいいんですけどもね。ちゃんと足をついてから止まって走り出して、走り出す前に上げる、こ
これが本当のスタンドの役目なので、あくまでも走りながら出すもんじゃないので、そこだけね、ここをちゃんと見ていただければ、行ったところに行った時にこう止め方がわからない時にはもう足を出して止めるっていう形ですね。で、あのちっちゃな駐車場、今見たら前からバーって入れるか、こう止めて足でペコペコしもってしなくちゃいけないけど、これ今バック入ってもうこんな感じに、どう、これむちゃくちゃ楽でしょ。こんな感じに止まるようになってます。これもう一回撮ってくれてるんですよ。で止めて手で押すのもみんな大変でしょ。こんな感じで手で押して入れていくって、こんな感じです。どうぞ。感じで錦戸くんです。えーすって、で、今こうやって今一応ランニングギアを動かしてもらいます。エアコンしてる、結構回る。これこの子はバックなかったっけ？すごいな。すげえバックじゃん。すごいすごい。こんな感じに小回りが効きます。何か注意点ないですか？今シートの下に入れなきゃいけないか、カバンの下に入れなきゃいけないということと、スタンドが当たるということは説明しました。他には何かないですか？大丈夫？今回そのステイ陽さん考えたもんな、真剣にな、はい、このステイいいわ、このポジション、まあこれ以上後ろにもできないし、このポジションしかないもんな、うん、ですかね。こんな感じです。そしてちょっと押し、降りて押してもらったりしてもらってもいい？これね、押すのむちゃくちゃ楽やと思うんですよ。これがね、重たいと怖い。この切り返しとかね。